皆様こんにちは。今日の天気179回目です。ありがとうございます。今急に7のやり方を忘れてしまったという、暑さのせいですね。これは間違いなく、あのケイシもカメラの向こう側でうんとうなずいてくれましたけれども、暑くってもう本当にお暑うございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか。8月に入って初めての放送になりますけれども、もう早いもので今日が7日ですから1週間経ってしまいましたが、台風12号非常に大きくて、またこういう変なコースを通っていった台風ですけれども、あれが終わってまた暑さがぶり返してきたと。まあ、天気がいいのはいいことなんですけれども、なかなかクーラーなしではいられませんっていう感じで、私も実は母親が76歳なんですけれども、クーラーが大嫌いでして、なんででしょうね、昔の人っていうか高齢者の人はクーラーが嫌だってこう体に悪いっていう方がいるんですけれども、あの私がこう最高の角度に調整をしてきて、もうこれ以上ボタンを押すなと言って、扇風機と、まあ、クーラーをうまく使いながらやっているんです。で、母親は扇風機の風の方が好きだというので、いや今このクーラーの風があの部屋の上空を行ってるので冷たい風が扇風機で来てるんだと、まあ毎回毎回家にいるたびに説明をして、ですぐあの26度に設定してるんですけども、28度とか9度にしちゃうんですね。これ暖房だとおかしいからと言って、で、まあ、山梨県なんかは、あの、毎日40度近くになるもんですから、やっぱりあの、気象台のあるところ、いわゆる、こう、観測の箱があるところっていうのは、涼しいところなんですね。で、うちはもう、もろに直射日光、南の光が当たる家なもんですから、もう日中、すごく南側の部屋が暑いんです。で、リビングが南側にあるので、あのいつもだったら冬はものすごく暖かくていいんですけれども、やっぱりもう夏は暑くていられないと。で、だから26度に少しちょっと低めに設定をして、あとは扇風機で風をあちこちに送るという感じなんですけども、リビングを出てすぐ外が廊下みたいにこうなってるんですが、そこ出たら別世界っていうか、もうトイレ行ったら死ぬみたいな。トイレあのさすがにクーラーついてないので、あの窓だけ開けてるんですけれども、まああまりね、あの通り沿いの家なんであんまり大きく開けられないんですが、もうトイレ行ったら一瞬にして死ぬみたいな感じで、あのもう汗だくになってまたリビング帰ると。座敷に行けば、まあ座敷普段使わないですから、そこでなんかこう洗濯物を畳んだりとかしてると、もうそれだけで汗だくになってまたリビング帰るみたいな感じなんで、まあ家族の健康管理もしなきゃいけないなっていうのは本当に思っています。皆さんもぜひあんまり無理をせずにぜひねしていただきたいなと思うんです。あのそれは、まあ、実は私の叔父が先日亡くなりまして、で、まあ、ずっと昔ですね、もう20年ぐらい前に咽頭がんをやって、にかかって、でそれからずっと放射線治療をしたりしながらこう完治したんですね。で、まあ声は少ししゃがれ声になってしまいましたけれども、まあ、元気よくやっていました。でもともと製菓業、あのお花屋さんをやってたんですけども、それを辞めた後は農業をずっとやっていて、地域の方と一緒に桃を作ったりブドウを作ったり、まあ、いろんなことをしてたんですね。で、ある日ですね、この7月の本当に終わりのあたりですけれども、まあ農家の方っていうのはもう山梨の場合は大体鉄則として朝4時半ぐらいに行って、畑に行って、で手入れをしたり収穫をしてくると。でもう6時半とか7時ぐらいになったらご飯のために帰ってきて涼む、もしくは一回お風呂に入る、シャワーを浴びるとかっていうのをやるんです。でも日中暑すぎて大体作業ができませんから、7時からまあ10時とか11時ぐらいまでは出荷の、あの作業ですね、こう箱詰めをしたりとか箱を立てたりとかっていう、そういう作業をして、でもう日中はお休みしてるっていうのがもう鉄則なんです。で大体皆さん5時か、まあ、4時ぐらいからこうのそのそこう起き始めて、で
5時ぐらいからまた畑に行って7時ぐらいまで明るいですから、そこまで仕事をするっていうのが大体の鉄則なんです。で、うちのおじも86歳でしたけれども、暑い暑いというふうに言っていた、まあ、ちょうど台風が来る前あたりですね、そのあたりがものすごく暑かったです。山梨も毎日38度9度っていう感じでしたから。で、1日だけどうしても今日いい桃ができたからって言って日中取りに行ったんだそうです。で、いつもはもう4時半から8時半で、夕方の4時半から7時までっていうのを守ってやってたそうなんですけれども、どうしてもその日身のなり方ってこう自分たちの思うようにはいかないので、それで一生懸命取りに行こうとして、取った翌日もう高熱が出て、おかしいおかしいと言っていたら台風が来ちゃったと。で、病院に、まあちょっと山の方に奥に住んでるので、病院に行くことができなかったんですね。で、肺炎に知らない間になっていて、たった病院に行って1日入院しただけで亡くなっちゃったと。だから本当につい最近まで元気で、電話で話したり、親戚の集まりで会った時に、おじちゃん体大丈夫、こんな暑いけど、なんて話をしてたら、大丈夫だよ、もう朝と夕方しか行かないようにしてるからって言って、で、涼しいこう何ですか、首に巻くやつとかいろんなの持ってってるから大丈夫だよなんて言っていたんで、ああじゃあよかったと。まあ元気だけど、もう体も鍛えてるから元気だけど、やっぱり夏はわからないから、だから絶対無理しないでねっていう話をしたんです。で、無理っていうのは何日もするのが無理っていうふうに、まあ普通は思いますけど、たった一日、日中に2時間、桃の収穫に行っただけで、ものすごく体力を奪われてしまったと。で、それで、肺炎球菌の、注射にも行ってたようなんですが、それでもダメだったということなんで、ぜひ皆さん、無理をしないでください。このぐらいの暑さじゃ大丈夫だとかって思うかもしれませんけれども、そんなことは全くないと私は思っています。ですから、ぜひ気をつけてどういう対応をしたらいいのかってことは、ぜひ皆さん、考えていただきたいんですが、まあ私の拙い、まあ私医者ではありませんからわかりませんが、拙いアドバイスというか、こう、うちの事務所で取り組んでることっていうのを、少し紹介できればと思うんですが、もううちはですね、もしちょっと汗が異常に出てるなとかっていう宅配の方とか、まあ、なんとか急便さんとかなんとか便さんが、こう、荷物届けてくださるんですね。まあ、うちの場合は、こう、党本部からいろんな書類が来たりとか、まあ、いろんなところからお手紙が来たりするので、郵便局の方、で、宅配業者の方、まあ、いろんな方が、こう、物を持ってきてくれます。で、こういう時に、異常に汗をかいてるなっていう時は、塩の入ってる麦茶を出すか、もしくは塩飴をもう常に常在っていうか、こう、常駐させておいてあるので、で、今塩飴よりですね、飴はどっちかっていうとちょっと早く溶けちゃうんですが、タブレットがあって、これがすごい溶けにくいんです、口の中に入れても。10分以上残ってるので、そのタブレットで塩分補給をしてもらうように、タブレットがすぐ食べられるようになってます。まあ、一定のお茶菓子の中に入ってるんですけど、必ず塩飴と、あとはその、エネルギーチャージができるような、熱中症予防のタブレットみたいなのを置いてあります。ですから、うちの女性陣3人秘書がいるんですけれども、とにかくこれ一粒食べてってくださいっていうことで、少しでもこう、なんか暑い時間帯だと余計にそれをおすすめしてると。で、あとはその事務所に寄られた方にも少しこう熱中症予防のために OS1 とかがありますよね。で、 OS1 のゼリーとかを少しこう小分けにして出したりとか、あと OS1 をまあ500ミリのペットボトルいっぱい冷やしてあるので、少しずつちょっと皆さんにお茶の前に飲んでもらったりとかっていうことを気をつけてやってます。まあ、このくらいのことしないとですね、なかなか自分で何か買って飲もうっていう気にならないぐらい暑さっていうのはこう感覚を失わせるもんですから、ぜひそういうことをやらないようにということで、まあお願いをしています。で、事務所にはそういうものを常に置いておくっていうことと、あと皆さん熱中症になった時、
私も落選時代こういう暑い最中をずっと一人で個別訪問をやっているんですけれど、やっていたんですけれど、その時に熱中症になったことがあります。1日1500軒歩いたんですね、住宅街を。でちょうど今日と同じぐらいすごい暑い日でした。でその日に歩いていたら、もうさすがにこうなんて言うんでしょうか、こう標識が、表札がこうあるとしたら、これがこう歪んで見えるっていうか、斜めに波打ってブロックとかが見えてしまって、ああこれは熱中症かもと思いまして、たまたま近くにコンビニエンスストアがあったので、もう小銭しか持ってなかったけれど、ロックアイスありますね、このくらいの袋のロックアイス、これを5個買って、私が何をしたかっていうと、一番そのコンビニの床で涼しそうなところに寝そべって、首のこの後ろの血管のところにロックアイスで、脇の下に2つ、鼠径部に2つっていうふうにこうロックアイスを置いて寝そべっていたんですね。で旗から見たら怪しい人か、もしくはこうなんかあって倒れてんじゃないかと思われて、まあ私なるべくこうお店の中に入る人には見えないところに寝転んでたんです。ちょうど日陰だったので寝転んでたんですが、足が見えたみたいで、おばさまが、近所のおばさまが寄ってきて、大丈夫とかって言われて、何があったんですかとかって言われて、顔見られた瞬間に宮川のる子だってバレてしまって、宮川さん何やってんのこんなところでとか、いやー熱中症だと思うんですって言って、でもうでも首がやっぱり冷えてくると大きい血管があるんで、さーっと熱は引いたんですが、やっぱりもう脇も脇も大きな血管が通ってるんで、これをこうギュッと締めて冷やしてたんですけど、もうロックアイスがあっという間に溶けたんです。でロックアイスって溶けないようにできてるんですよね。でもあれがギュッと締めただけでもうすぐ水になっちゃったっていうのは、外気が熱かったのもあると思うんですが、相当私の体温が高かったんじゃないかなと思います。で皆さん、とにかく熱中症予防するには首の裏側、ここにものすごく大きな血管が通ってます。であとは脇ですね、よくおでことか冷えピタで冷やす方がいますけど、ぜひ脇を冷やしてください。それとあとは鼠径部ですね、まあ股関節のあたりというふうに言えば分かりやすいと思いますが、まずここを冷やしていただくことがすごく重要だと思っていますんで、というふうに言われています。でこれは熱中症専門の先生に聞いても、まずはこの3点だというふうに言ってるので、まあこの鼠径部のあたりっていうのはきつく締めないような着るもので、脇の下なんかはこう皆さんあれについてくる、お惣菜についてくる保冷剤、あれめちゃめちゃ使えますんで、暑い作業とかお庭で草むしりした後は脇に保冷剤を挟み、そしてこの首のところもなんか日本手ぬぐいかなんかで保冷剤をこうやればすぐこう熱が引きますんで、ぜひそういうものも活用しておいてください。私は実は自分のところの冷蔵庫、まあ、家の冷蔵庫も、まあ、宿舎の冷蔵庫も保冷剤ものすごい入れてあります。それなぜかっていうと、熱がパッと出た時にもう首に日本手ぬぐいでこう巻いて、 3つとか4つぐらいこう巻いてですね、ここをまず冷やして、で脇を冷やすために実は取っておいてあります。ですからそういうものの利活用もしていただければと思っています。後半はこういうことをちゃんと教えてますかっていう話なんですね。医療的な知識だから別に学校で教えることじゃないんだっていうことではなくて、私はやっぱり健康を守ったり自分の身体を守る教育っていうのはとても重要なことだと思っています。それに向けてちょっと皆さんにお話をしたいと思います。そして最後に、今日実は私はスニーカーを履いてるんですね。文部科学省でファンウォークという、スーツに、ジャケットとかスーツにいつものビジネススタイルにスニーカーを合わせましょうという取り組みをやってます。夏は暑いです。特にすぐに日陰に行きたいなとか、もし暑くてめまいがした時に転んだ時ヒールを履いていると非常に危ないです。ですから皆さん、もしよければこのファンウォークをやって、ちょっと足が上がりませんでしたけど、ファンウォークをやっていただいて楽しい夏を過ごしていただきたいと思います。それでは後半に移ります。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは
政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村晃祐先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。